久しぶりにイノシシが来ました。くくり罠確認に来ました。ちょっとね、なんか新しい足跡がついてるっぽいですね。動きはないですね。こちら側もなんか足跡が、自分の足跡かもしれないですね。ガサガサも言ってないんで、かかってないかなと思います。2020年1月6日です。今日も罠の見回りしてきます。まずは箱罠ですね。動きはなしですね。餌も食べられてないですね。ちょっとこれが踏まれてるような、フレールカメラ確認します。あ、何か来てますねなんかイノシシっぽかったような。モニターで確認します。来ましたね。しっかりとぬか食ってましたね。いやー、本当久しぶりに来て嬉しいです。この間の個体と同じかどうかは分からないんですが、今回は1頭ですね。前回はね、2頭来てましたけど。今日の朝9時ですが、こんな時間からね、来ることが多いんですね。今日は僕昼から見に来たんで、ちょうどよかったかもしれませんね。いつもは早い時間に来てるんで。早速ひでちゃんさんに教えていただいたクレオソート作戦が効きましたかね。なかなかいいサイズかなと思いますね。まあ、でもすごい警戒してますね。だいたい10分間ぐらい滞在して、で、まあこの周りにもちょっとね、ぬかがちょっと巻いてあったもんで、それも食べてるんかもしれないですね。このまま様子見たいと思います。これ虫っぽいですね。なんか来たな、これは来てましたね。でもこの餌には全然興味を示さなかったんですかね。ちょっとね、新しいぬかを足した方がいいんですかね。濡れちゃってますもんね。畑側の方を見ていきます。こちらの道ですね。罠の動きはなしですね。だけど、気のせいかな、ちょっと動いてるような。ではあとは竹林側に残ったもう一つですね。竹林はね、もうかけてないんで。こちらのくくり罠ももう来たし、撮れるカメラ撮ったんで行きたいですね。じゃあ本日の見回り終わります。動画をご覧いただきありがとうございます。帰りはカモを見回りに池に来ました。今回かなり注意深く行ったんですが、いませんでしたね。こちらのチャンネルでは初心者の漁師が試行錯誤をしているところをなるべくリアルタイムで配信しております。よろしかったらいいねとチャンネル登録お願いします。